キリマーク高井はアメリカ合衆国ホノルル出身の政治家民主党員。高井はハイ陸軍州兵として中佐を務め2009年には政治活動と並行してイラクの自由作戦に参加した。2015年から2016年までハワイ州第一選挙区の アメリカ合衆国会議員を務めたハワイ州会議員2016年5月体調不良を理由に再選を目指さないことを表明しその2ヶ月後に水臓岩で死去した高井はハワイのホノルルで生まれた1985年にパールシティ高校を卒業し高校時代は水泳で終選手権で4度の優勝を果たし 100M 平泳ぎで高校のオールアメリカンに選ばれた ハワイ大学マノア校では、政治学の学士号と、公衆衛生学の修士号を取得した。ハワイ大学マノア校在学中、ウェスタンアスレチックカンファレンスの水泳チャンピオンとなり、ハワイ大学連合学生会長や学生新聞の編集長を務めた。1994年、新宿湾に近いパールシティの第34選挙区から立候補し、ハワイ州下院議,議員初当選した。 その後、2012年にアイエアの第33選挙区に転出した。高井は20年間務めた衆議会議員の職を離れ、2014年の選挙で現職会員議員コリーム花サが上院議員に蔵外立候補したことを受けて、ハワイ州第一選挙区の民主党会議員候補となった。51.2%の得票率で、 共和党のチャールズ上元会議員を破り当選。2015年11月には、太平洋諸島での原爆実験後の清掃作業に関わったことで病気になった人への連邦保障を拡大する被爆兵医療金等法を提出した。高井は1999年7月19日にハワイ陸軍国家警備隊の注意に任命され、予防医務官として勤務した。その後、 兵士サービス部門の本部長と学校連絡担当者も務めた。2013年5月14日に中佐に昇進。また、ハワイ州警備隊協会の会長や、ハワイ州警備隊協会ハワイ保健会社の社長も務めた。2005年5月から11月までの6ヶ月間、ハワイ陸軍国家警備隊の州軍議会として招集された。その後、 2006年11月から2008年5月まで、第29旅団支援大隊のチャーリー中隊の中隊長を務めた。2009年2月から9月まで、クウェートのキャンプパトリオットの基地運営責任者として、イラクの自由作戦作戦に従事した。2009年には、米国陸軍から厚労省、2011年には、米国国防協会から特別厚労省、2012年には、 ハワイ特別厚労賞を受賞している。高井は2015年10月下旬に水臓に小さな腫瘍があると診断された。2016年5月19日、がんが転移したため再選を目指さないことを発表したが、残り8ヶ月の任期を全うすることを誓った。その2ヶ月後にアイエアの自宅で亡くなった。去年は49歳であった。2018年には死後に、 ハワイ水泳伝道入りを果たした。ありがとうございます。